Thank you.
上山飛びをコート上の王様って言われてるすっげえセンターだなんて。ただ相手王様ってなんだよ。大丈夫だって。でもほぼ小学生じゃん。試合になんないっしょ。あんまり舐めるなよ。お前らベンチにも入れないくせに対戦相手こえー、俺も今ビシッと言ってやるところだったんだけどね。小さな巨人になります。え、何？トス上げて。トス、トス、スパイク打ってみたいんだよ。無理。2セット目はそこそこ点取れてるじゃん。どうかい？いないも当然なのに何マジになってんだよ。じゃあお前らが本気でやるのは一体いつだよ。よせ、試合中負けてないよ。まだコートにボールは落ちていないから。分かってるけどさ、この点差がひっくり返るような奇跡は予測してたわけがない。翔ちゃん、成立。